あんたが噂に聞く名探偵、君塚公彦なの？もう少し遊んであげてもよかったのに。夏凪渚、探偵役引き受けてくれるの？あんたには、私が探してる人が誰なのかを探してほしいの。死にかけたところで命を拾った。いや、もらった。小さい頃から心臓に疾患があって、移植ができる日を待ちながら入退院を繰り返してて、その頃からよ、X の存在が脳裏にちらつくようになったのは。じゃあ何？私が X に会いたいんじゃなくて、この心臓が X に会いたがってるって、これはただの記憶じゃない。心残りだよ。肉体が死んでも、私に心臓を引き継いで、そうまでして会いたがってるんだ。私はこの心臓に命をもらった。だから恩返しがしたい。この心臓に X を合わせた。彼女でもない同級生の女子を、悪い目で見つめるのはやめてほしいんだけど。彼氏でもない同級生の男子におっぱいを押し付けてきた奴が何か言ったか？喜んでたくせに。いや、本当に見すぎでは。わあ、まだ胸見られてた方がマシだったんだけど。え？警察の人だよね。一応警部補だ。俺たちが今から会いに行こうと思ってた人。え？はじめまして、夏凪渚と言います。お願いします。どうしても私。それに。あ、うん、ねえ、君塚。今更なんだけど、私たち別荘に行くんじゃなかったの？ここって明らかに。刑務所だな。リンゴ？コウモリ、紹介する。隣にいる彼女は夏凪渚。同級生だ。はじめまして。夏凪と言います。私の心臓のことでご相談があってきました。みたいね。お前たち。私さ、初対面の男子を抱きしめるとかするタイプじゃなかったんだよ。あんたが助手をしてた、名探偵のシエスタって子がさせたことなんだ。今のは私の意思。私が殴りたかったから殴った。ミコ、あんたを探してたんだ。ただの偶然なんて言葉で終わらせるな。人の思いをバカにするな。探偵ならここにいる。私が名探偵、夏凪渚。決して死なない。なんか気がついたら体が勝手に動き出してて。いや、私は子供の頃からずっと病気で、ベッドの上で過ごす毎日で、望んでも手に入らないのなら最初から願わない方がマシだって。だから自我なんて別に必要がなかった。いや、きっと持たない。私の人生は今日、またここから新たに始まるんだ。すべてのお悩みはこの名探偵、夏凪渚に任せる。手紙？私たちを頼ってくれたんだから、もうちょっと話聞いて。新しい水着。おい。紅茶飲みすぎたかも。ちょっと。でも、最後にはあんたを任せるって、そう言われ。とにかく、私は探偵として、君塚は助手として、共に頑張りましょうってこと。君塚も見たいでしょ？私の水着姿。適当、ムカつく。まあ、いいけど。いいのか。私は死なない。絶対死ないから。それ。あんた、この一週間何やってたわけ？学校には来てないし、連絡しても全然返信よこさないし。私たちの本命はそれじゃないでしょ？犯人から奇跡のサファイアを守らなくちゃいけない。でもだからって才川さんに頼み込んで、リハーサルを見学するところまで行く？つむしむって言っちゃってるけど。